のちせ城のちせ山城は、福井県小浜市にあった、日本の城。若さ最大級の城であったが、比較的標高の高い山上に築かれていたため、北山麓に水堀を回らせた常時住まいする大規模な、守護官が設けられていた。東山麓のの守神寺も、城塞の一部と考える見方がある。城石は、国の史跡に指定されている。 2015年4月24日、海と戸をつなぐ若さの往来文化遺産群、五色国若さと、鯖バ道マイナスの構成文化財として、日本遺産に認定される。大英二年若さ国守護、武田元光によって築城された。後、三代にわたり、守護大名、若狭武田氏の拠点として栄えた。若さに続き丹後の守護も手に入れた武田家の流星を、 見た皇族や、公家の一部は、京都の戦乱を避け、オバマに下校している。永禄十一年越前の朝倉義景が、武田家彦と称して、大軍前を率いて、後瀬山城に来訪、武田元明を越前に連れ去った。朝倉氏滅亡後は、織田信長の臣には長秀が入城、石垣を構築するなど、安土桃山時代の豪壮な城として、 大規模に改築された。この時安土城に倣い、天守も造営されたと言い伝えられている。その後、豊臣秀吉の一族である、浅野長政や木下勝利が城主となった。関ヶ原の戦いの論功交渉により、若さ一国を与えられた峡国工事が入る。工事は、町づくりのため新たに、小浜城の築城に取り掛かったが、工事及び、 ただたかの京国家藩主時代には完成せず、後世山城が近世に入っても、依然、若さ支配の居城であった。近世の藩主も麓の城に常時住まいしていたので、こと居住に関しては、後世山城が山城でも支障がなかったと思われる。坂井家時代に、小浜城が完成すると、官営19年に廃城となったが、城割りは行われず堀や石垣などは残された。 麓の城は、京国工事の没後、その菩提寺とされ工事の改名にちなみ、体育モデラと命名された。さらに藩主家が、堺家に変わると、空院寺と改名されて、堺家の菩提寺として、今日に至る。寺院に改められたが、なお麓の城の大規模な水堀は残され、堺家も、有事の際には、山上の古城跡ともども城塞として使用する意図が、 あったと考えられている。国道27号を西に進み、後瀬山トンネル手前の信号を右折し、すぐに左折すると登山口のあたご神社の鳥居がある、石段を少し上がったところに案内板が設置されている。ここから、本丸跡まで約25分程度である。当時の木造建築物は残ってはいないが、石垣や空堀など、城の基礎部分の移行は、 良好に保存されている。またのちせ三北六の空ン寺境内、小浜市立小浜小学校休校地の東西、南北120メートルが、武田市巨漢跡にあたる。ありがとうございます。